この世界は100年以上前から人を食らう巨人に支配されている。巨人の圧倒的な力の前に絶滅の危機に瀕した人類は三重の壁の中で生きることを余儀なくされた。一歩外に出ればそこは地獄の世界だが、彼らは家畜の安寧をむさぼることを良しとしなかった。立ち上がり抗い続けることを選んだ人類は未来への希望を勇気ある兵士たちに託した。兵士たちは立場を超えて集い、一丸となって過酷な任務に臨む。この世界から巨人を一匹残らず駆逐するために。そして今、人類の存亡をかけた戦いの幕が上がる。これは自由を求める兵士たちの長く険しい進撃の記録である。